皆さん、種子法廃止検査書をご存知ですか食の根幹である食物の種を国や自治体が責任を持って育てるという法律を安倍政権が廃止したわけです。民間の優れた品種があるからという理由に挙げられていた三光,光は、種子法廃止が初めて提案された2016年から虚偽記載をしていた欠陥詐欺品でした。本件、私は農水省に情報公開請求をし、受理されています。また、2023年末に、三井科学クロップライフソリューション社を山田正彦、 元農水大臣や国会議員学識者が警視庁に告発しています趣旨法廃止憲訴訟にぜひ注目していただきたいと思います